2021年12月17日12時43分です。今日は雪です。昨日の夜はなんか途中で眠くなって一回寝て起きて2時ぐらいからやって4時ぐらいにもう一回出たから、それで今日起きてやることはあるけど、結局天候によって変わるわけですよ。まあそれはともかく、はい、タンゼンを着て寝てます。でもタンゼンだけだとやっぱり寒いので、 K100 のセーターと長袖のシャツとズボンと、さらに K100 のなんか着物用のなんか長いやつ。でもあったかい。もう今日はちょっとこれで過ごそう。で、最初はこの襦袢を探す、見つけるっていうか、あ、襦袢だ。長襦袢？違うわ。なんだっけ。なんだっけ。斑点っていう名前かな。これを見つかるまでは着物を出して着てたんだけど、着物よりもやっぱ全然あったかい。綿が入ってんだよね、きっとね、100% で、いっぱいあるから他に着ようと思うけど、これが一番厚いのでこれがいいです。で、着物の何がすごいかっていうのは、やっぱりここをほら、ゴムで締め付けないじゃない。さらに帯でこの内臓を守るわけですよ、あったかくして。すごいよね、やっぱり着物。やっぱ着物が洋服になるのもそうだし、和式のトイレが洋式になるのもそうだし、そういうのでどんどん日本人は柔くなっちゃったのね。柔くさせられちゃったのね。で、今回のあれでしょ、ミスユニバースかなんかの日本代表の人の洋服なんてすごかったよね。ここ日本って書いて、こうな、オイラみたいにここずっと開けて日本って書いて、袖のところに日の丸、袖で振る、なんていうの、あしらうってことでしょ。で、なんか招き猫こんな2つとか持って、なおかつ右と前が違うとか、なんか散々だってみんな書いてたね。あとだって NHK の番組とかだって、私はテレビないから見ないけど、そういうビジネスホテルとか行った時にたまに見ると、ドラマとかだって手の振り方をこういうふうにやってたりするじゃん。これ韓国式でしょ、こうでしょ、日本はとか、細かく見ているとよくわかるんですよ。でも細かく見てないとわからないわけ。何でもそうだよね。で、この帯っていうのはやっぱ内臓を守るし、締め付けない、自分で調整できるから、だからまた日本人が強くなるには着物じゃないですかね。そう考えると、やっぱり経済って言って発展してきたけど、それがはっきり言って間違ってましたというところだからね。そういう意味では、また結局経済を発展させるには今あるものを壊すってことだ。だから戦争ってビジネスなわけですよ。壊せばまたビールの業界とかさ、作るでしょ。まあでもこんなんでいいんです、楽で。昨日食べた玄米の動画が上がんないので、もしかしたらそれは上がんないかもしれません。これでまた玄米食べようと思ったら、コンセントが黒くて、裸眼 0.02 の私にはどこにやったのか見えなくて、今パスタにしようと思ってます。いただいたお米はこれ、美味しいお米でした。はい、なんか撮影するためにここにあって上に持ってって、要は同じとこに置いとかなかったから、黒ってもう裸眼 0.02 全く、あとプラスチック透明のやつは見えない。だから携帯のスマホとかもこういうカバーとかも赤くと目立つようにしないと、音つけたり。でも今の時代みんな目で見るでなってるから、目しか使ってないんですよ、五感って。そういう意味では、自分を取り戻す一つの方法としては、お家にいる時だけはメガネとかコンタクト取って裸眼にしてみると、そうすると発見するんですよ、いろんな。そうだったのって。例えばカーテンがもし見えたら、これは見てるけど見た気になってるだけなんですよ。ちゃんとは見てないんですよ。 0.02 だと見えないから、よく見るでしょう。
あ、こうなってるんだってわかるわけよ、何でも。ね、でも強制的に今ね、見せさされてるから目しか使ってないので、他の感覚が出番がなくて、全体的なバランスが悪いというところで、ぜひお休みの時でも数時間でもいいから。だってお風呂入る時メガネする人いるじゃない。でも自分の感覚を養うっていう部分では、ぜひその方がいいと思います。あ、感謝さん。まだ試案中。はい。おお、結構詰まってきました。あ、穴さんも見えて、昨日結構ふあの掘ったんだけど、もう掘れないのかな。いやいや、雪さえ降ってなければ、いや雪さえっていうか、あの私の気合さえあれば別に雪だろうが。振ります、あの掘りますけど、その前にやるべきことがっていうか、優先順位的に考えた時にね。おー、降ってきましたね。でも遅いみたいですよ。だって12月ももう17日とかでしょ。はい。で、諦めてパスタを作ろうと思って今始めたわけです、はい。あと YouTube 動画の YouTube 動画をもう羅列してバーンと上げているので、再生リストとかいうのがあるので、そこをクイックしてもらうと一覧が出ます。とりあえず賢く生きると裸眼 0.02 生活、あとはいっぱいあるけども、そういうのってなんかこうご縁なんで、画像もなんか見たところが必要なわけだから、はい。でも賢く生きるなんて、もう本当1日だって40人ぐらいしかね、だから賢く生きたくないっていうことよね。あとはだからその知的貧乏生活の勧めを、お金に支配されない生き方に変えようかなとか、あとはやっぱりなんかあの音楽で行こうと思ってるんだけど、1月2月3月が要注意だからちょっと動けないので、あの他の本州とかね、他のところにね、なのでちょっと本書こうかなって気になってきました。で、書く自分では裸眼 0.0 には書けないので、今はテレコかなんかで、あ、なんか書いて自動で変換してくれるのがあるんでしょ。そんなの使えばいけるんじゃないかなと思っております。おそばさんじゃない、パスタさん、パスタさん、あれだよね、もう一本あれがあれば、こういうふうになんかやってたよね、昔の人ね、こうやって袖がかかんないようにね、こうやってやってたよね。はい、ということで、明日18日に出そうと思ってた書類が、明日は土曜日ということで、とりあえず今日問い合わせをしまして、そういう書類作りとかホームページとか、そういうことですね。本来ルーティーンで規則正しい生活ってありえないので、天候によって変わるし、体調によっても変わるっていうのが本来で、3食食べるというのも経済を回すため、経済回すためっていうかさ、やっぱりこう支配するためには必要なんじゃない、規則正しく何時から何時まで働いてとかさ。はい、シオさん、だからそういう洗脳が、私もずっと会社員のサラリーマンのうちの子供だから、いまだにやっぱりなんかさ抜けないもんね、そういうなんかみんなこうアクセク働いてるじゃない、効率なわけよね。例えばなんかその働き方ってあるじゃない。で、昔阪神・淡路大震災の時に、私躁うつ病だったんですよ、あの地震のあの光景を見て、多いかな、まあ、言っちゃうか、地震のあの恐ろしい光景を見て動けなくなったのよ。っていうか、それはもう地震来ると分かってた、予知してたから。で、予知していて、私は東京にいたんだけど、もうボストンバッグとか用意してたから、それが関西ね、神戸がああなって、もう東京にもすぐ来る、私も死んじゃうって思って、テレビの前から動けなくなっちゃったんですよ。もうあの木が、木ってほら水分含んでるけど、枯れてどんどん水分が
抜けてカラカラになっていく感じがするような感じ。でもそれって結論からいくと、しっかりちゃんと生きてなかったから、偽りの自分で生きてたから、本当に自分軸で生きてたら怖くないんですよ、うん、あとはだから何て言うの、そっから人生切り返したんだけど、そうだから分かりやすく言えば、ま、何て言うのかな、その会社員的なまともとかじゃなくて、ちゃんと自分に正直に素直に誠実に生きてなかったってことですよね。よくあんなにいい人が亡くなってとか言うけど、外に 対外的には良くても、自分の人生だから自分をないがしろにしてたらそれはダメなんですよってところ、今思えば一番の結論はそうだね。だから自分がもう殺される、要は何て言うの、殺されるチームに入っているっていう自覚があるから、おのろいたっていうことなんですよ。で今はね、全然そう思ってないので、そういう生き方してないので、何があっても大丈夫っていうところなんですよ。だから何をしなければならないかと、皆さんが恐れから脱却するには愛の中に入ることしかないのよ。ね、みんなさ、知ってる、いろんなことを知ってる人たちいるけどね、恐れがベースじゃダメなのよ。無理なんだって、恐れなんだもん。土台が恐れなんだから、怖いわけでしょ、不安とか恐れなわけだから、その上に何を乗っけても無理でしょ。土台がゆらゆらしてるわけだから、これで、ね、切っていいんですよ。そんなにずっと火を焼けなくて。どうしようかな。なめこさんか。なめこさんってどうするんだ。本来はスープ系だよね。スープ系だっていうことは、うわどうしようかな。このスープ少しいただく。すごいですね。というところで、規則だから、そういう、そう、洗脳がね、何十年経っても子供の時のさ、あ、そうそう、何を言いたかったかっていうと、だからそのうつ病になった時に初めて心療内科に行ったんですよ。でその先生がいろんなカウンセリングもしてくれて、有名な先生なんですけど、龍太郎先生、うん、なんだけど、田町クリニックの院長で、いろんな、何回も通っていろんな話をして、いや生活がとか言うと、そうすると、だからそういう貧乏症の考えやめなさいって言われたね。時給800円は800円なりがあってね、時給3000円なら3000円なりの仕事があるわけだから、そういう貧乏症の考えはやめなさいと。本当に困ったら人間ちゃんと何とかしますから、そうそう、そう言われた。あとは最近思うのは、昔付き合ってた人が例えばね、60秒時間があるとして、すっごい大事な結論を出さないといけないとき、あなたは何秒で出しますか。その当時の私は25ぐらいだったんで、30秒過ぎたぐらいかなって言った。そしたらその社長は、だって60秒あるんだから、59秒の次なんで、まあ、だギリギリまで59秒59なんちゃらまで、本当のコンマ1まで考えればいいじゃん。そうだ。だからそういうなんか一過性のね、人でもやっぱりそういう何かしらいいこと、そうそうですね。だから今最近このみんな混沌としてて、みんなどうしてんだろうなって、やっぱりさ、今まで生きてきた中のさ、レベルがあるじゃない。その学歴とかそういうレベルじゃなくて、人間としてのやってきたことって、そういうレベル、本質だ。それによって変わるから、自分はあんまり、なんていうの、もう本当魔の世界にいる人たちとか、負の連鎖、自分で入っちゃってる人とかはどうかなって言ったら、どこにが一番自分、やっぱり自分が表現するって、自分もハッピーじゃないとダメなんですよ。で一番でも可能性がある、いろんな可能性がある中で、どこの最大公約数のところにアプローチする、自分の経験の最大公約数、皆さんの中でも、だからそれを考えて、ちょっとテレコでね、文章書いてみようかなっていう気にはなってきました。
やっぱりそのきっかけは賢く生きるを最後まであげたって、まあ喋ったけどあげたっていうのがあるから、あれがやっぱ6年間でしょ、2015年に書いたから6年間せき止められてたものを出したからそういう気になってくるわけですよね。どこなのかな。ただやっぱりもう生きるってセンスなので、才能なんですね、センスって。だから才能でも磨けばね、全然センスってね磨けばね、なんていうの、ソフィスケイトされていくんですよ、洗礼されていくわけですよ。でもだからもう時間がないので、本当時間ないので、一番やっぱりこうどうしようかなどうしようかなって思悩んでる人の後押し。私がそのプロの上位をやった時に、もう私の人生は先がないと、もう厚い壁に囲まれて、もうこれは何が何でも前に進まないとって、やりたいことを、魂がやりたいことを、世の中の人全てを敵にしてもやらなくちゃ自分のためにと思った、そこの人だろうなっていうところがあるので、まあそこかな、うん、そうじゃない人はちょっとどうよって。で今のところ、きっかけとして、初心者、もう何をしていいか分かんないけど、なんか違うな、今の自分違うなと思う人は YouTube 動画で、地球に生まれた宇宙人へっていうのがあるんですよ。地球に生まれた宇宙人へ、うん、この動画の中ね、ちょっといろいろタイトルも綺麗になってるから気になるのを見るといいと思います。初心者、まあ初心者じゃなくてもちょっと見てみるといいと思います、うん、お子さんでも、まあ、自分自身でも、地球に生まれた宇宙人へ。あとは中級飛ばして上級かなだから初心者中級者はそれ、うん、あとはまあ引き寄せの法則、ザ・シークレット、それは難しいです。難しいけどなんとなくでも一回入れといた方がいいと思います。あとは現実的なので言えば、やっぱりなんて言っても一日一食遠藤、一日一食遠藤はカタカナの遠藤さん、ロシアから放送してくれてます。あとは、武田学校、はい、武士っぽい武に武田学校。あとはちょっと私はその先生はちょっと向こうからね、ブロックアウト、あれブロックアウトなんだっけ、削除されたんで、もうあんまり宣伝したくないんですけども、まあ確かに本人にお会いしたことないので今のところはもう全然見てないんですけども、梶正弘さんの、歴史作家梶正和さんの動画の表の動画じゃなくて、一番いいのは980円払って、恋愛に関する特別講座、あれは書く的には書くっていう、革新的にはついてると思います。ただ意味もなく、おい褒めたたいて先生すごいですって言ってたのに、なんでいきなり何ブロックしてきたのかがちょっと分かんないし、ご縁がないんだなと。まあ一つ考えられることは あるんですよ。ある人と同じように日本のね問題を知ってるのは、この方とこの人だよねって言った時、多分一緒にされたことが嫌だったんじゃないかなと私は思ってて、ああそのレベルだったんですかって感じなんですけど、まあでも お金払って980円でいっぱい1ヶ月でも見てお勉強されることをお勧めします。理屈はいいと思います。ただやってることがちょっと違うんじゃないかなと思いましたけど、というところで一日一日大事に過ごしてください。はい、今日の思いが全てを変えるから、一瞬にして、あもう一個思い出した、それでなぜ北海道に4年前か2017年から、ご縁があったんですね。ご縁があったというか来たんですね、水産加工の派遣で2ヶ月間で、最近やっぱりここら辺紋別って災害がないところで、いろいろその武田学校の先生のこの動画を見ると、いろいろこう移住してもいいところ、いけないところっていうのを教えてくれるんですね。でそれ見ててもやっぱ紋別とかここら辺は入ってないので、昔の映画の日本沈没とかでも紋別あたりは残ってたらしいんだ、ちょっと私はよく知らないんだけど、ね、だけど
いきなり今までこう、なんていうの、都会にいて何不自由なく過ごしてた人が、まあ、お金持ちだったりと思いますよ。まあ、お金持ちの人もここ来れるかなってありますけどね。お金持ちでなんかこうセレブみたいな人はちょっとどうかなと思いますけどね。うん、やっぱりこう訓練とかないと、田舎暮らしにはご縁とかないと。あ、そういう意味で4年前からで、でここのお家にご縁があったら3年前からで、冬を越してるわけですよ、何回か。そんで今年は、あ、2階の方があったかいし、2階でカーテンとか、この何て言うの、あったかくする方法とか、こういうのもそうだけど、知恵がついてくるわけですよね。なので、流されてきてたんだなっていうのが、昨日分かって、ありがとうございますっていうところです。なので、いろんなことをやって、皆さんの中でも可能性の種をまいてるのはいっぱいあると思うんですね。ただ、まいてすぐ出ないから、芽が出ないから違うんだな、じゃなくて、よく考えてみると、そうではなかったりすることがあるので、ぜひ、そんな感じで、まあ、自分の人生なのでね、はい。で、本当に必要な人がにつながると思っているので、なんかアクセス数稼ぐさ、なんかミニスカートを取ってなんちゃら何万枚とかさ、あと編集とかもその、するし、いかんないし、分かる人はその本質だけ汲み取っていただければいいと思っております。ということで、長くなりましたね。21分。はい。ということで、今日も一日お元気でお過ごしください。もめつかあちゃんでした。お、パスタ。うどんになったと思う。ありがとうございます。